はい、どうも、皆さん、こんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイ。今日は、久々に洗濯機使って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。スクスロの今後の目標は、塗りカンストですかね。いっぱい使っていきましょう、これから。よろしくお願いします。ということで、今日は、ガチホコです。初洗濯機ガチホコ、モンガラキャンプ場、金目鯛美術館、やっていきましょう。よろしくお願いします。腕前がっつり落ちてますけど、まあ、あんま気にしないでください。もう今のスプラトゥーン人間なんで。うん。さあ、ということで、どうなんだろうね、洗濯機のガチホコっていうのは。なんかあんまり強くなさそうだなと思って今まであんま持ってこなかったんですよ。裏でもほとんどやったことなくて。なんかね、多分守備が脆いから結構この武器って。あんまり強くないと思うんですよね。ガチホコ系の守備はね。結構、なんか、味方依存するタイミングが多そうだから、ちょっと正直あんま使いたくなかったっていうのが、まあ、本音なんですよね。洗濯機自体がそういう武器だし。まあ、矛割はね、割と伸ばぐらいの速度あるんで、そういう強さはあるなっていう。メガホンだ。いやー、難しいかな、これ。まあそうなっちゃうね。どんまいどんまいどんまい。でもここで一回大王吐かせてるから、左に来ても大王楽そうではあるけど、ただどうかなっていう感じ。割れて、左に落ちからの、センター復帰飛んでくるやつを、カバーできずに、なんか刺さって、刺して、ナイス。万年今悩んだ。今悩んだね。今、まあでもいいだろう、今のは。まあ1で。1でいいでしょ。あとはもうノックダウンしかないですからね、相手の。わお、やばい。それはまずい。それはまずい。ああ、やっぱ M 落ちてるな。洗濯機 M 落ちてますね。露骨に落ちてますね、これね。見ての通りですよ。さあ、しかし、がっつり塗られちゃって、完全にこれは、味方が、大丈夫か、これ。39でいいから、ナイス。いやー、そこ抜かれちゃってるのは、きつい。ちょっと、そこ抜かれちゃってんのは、ここ。ここじゃ、そこは、そこは、そこは、ナイスナイスメガホン、ナイスメガホン、ナイスメガホン。行くなら行っていいよ、行くなら行っていいよ、行くなら行っていいよ、行くなら行っていいよ。来ない。ギリギリだな。いや、そこは一人いないってこと。ナイス。ショーだから前出す。どうしよう。これは落ちます。結構攻められちゃってますね。これあれだよね、俺不思議なのがさ、こういうタイミングでさ、相手回線落ちしないのが結構不思議なんだよね。味方とかよくさ、回線落ちするじゃん、こういうタイミングで。あれしないんだよね。なんでなんだろうね。なんかそういうのあるんですかね。センターから来るのマジで。台を吐かせた。倒して。倒し。あ、それ無理。それきつい。それきつい。なんでこんな守備になっちゃってるんだか。左サイ左サイ左サイ、いやー、ナイスナイスナイス。これはこれ任せろ、これは任せろ、俺に任せろ、任せろ任せろ任せろ。ここでいい、ここでいい、ここでいい、ここここThank you.
どうやって撮るのそれ。逆に聞きたいんだけど。どうやって撮るのそれ。普通にいるんだね。で、待って、持つの、持つの。それを持つの、俺が。これ持つの。俺が持つの。俺が持つの。持つの。俺が持つの。はい、はい。これで OK。これで OK。全然 OK。このループです、あとは。いけループです。はい。あとは多分普通に、相手が突っ込んできて、味方がシュートしながら止めてるだけなんで、もうこれで OK です。はい。いやー、快適ですね。快適、快適。快適、快適。快適だわー。はい。頑張れ頑張れ頑張れ、ヒーローローラー頑張りな、頑張れ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 、落とさないでね、落とさないでね、それね。落としちゃダメよ。落としちゃダメよ。え、落としてるんだけど嘘でしょ。え嘘でしょ。マジで言ってる。ちょっと若干ちょっと言葉が見つからないんだよな。ちょっとまあこれがでもあれですよ、今の S プラスの平均レベルだと思っていただいて、皆さん多分結構なんで、まあそうですね、ちょっとさすがに何ていうか、まああれですよね、モッティの動画を見ろってことですよね、一言で言うとね。一言で言うと、モッティの動画を見た方がいいと思いますよ。友達にスプラトゥーンやってる人がいて、ガチホコ勝てねえよって人がいたら、多分モッティの動画見せたら、大体みんな S プラスいけると思うんで、見せてあげてください。ぜひとも、こいつうるせえなとか、なんか言い訳がましいなとか、思わずにね、見てください。まあ、多分普通に上手くなると思うんで。てか知識は多分つくと思うんで。はい。行きましょう。このレベルが普通なんだもんな、今の S クラス。面白いよね。面白いよな、マジで。それ突っ込む死なない？死ぬよね。それは死ぬよね。それは死ぬよね。それはそうなるよね。ナイス。99で止まってる？ってことじゃ。いいよ、こっちじゃ。こっち、はい。はい。はい。あ、いないよ。いないよ。よし。あ、さっきのヒーローは。いけいけ、ゴーゴー、いけいけ。無理。後ろ無理。後ろ無理。え、何？何？どういうこと？いけ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 。ここ置いとけば。あ、いいよ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 、もう前出て、前出ちゃって、前出ちゃって、前出れないような状況下だったんですね。状況下だったんですね。33、ジャンプめっちゃして溶けまくり、塗りがあんまりできてない。お、なんか、よくわかんない取り方したぞ、これ。ナイス。さっきのヒーローが、後ろにいる？いない。ちょっとこれはまずいんじゃない？ナイス、リッター。落としていく。ナイス！スッと前に出し、この辺、はい。で、ここ一個投げて、こう向いて、スッと上がって、人速がなくて遅くって、これ越えて、スッと行って、はい、5、OK！ いいですね。綺麗でしたね。ナイス！あ、やっぱり間違えた。ちょっと待って、ちょっと前線行きすぎ、これ前線飛びすぎ。あほほ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 
あれ、あれなん、なんか、なんだっけな、なんか、え、一足、タッチダウンするタイミングで一瞬一足にヒュッて戻すっていうのを聞いたんですけど、合ってます？わかんないんだけど、あれ。そういう感じなの。全然知らないんだけどね。なんか、やったこともないし、やり方もわからないんだけど、でもあれ絶対強いよね、あれね。だって相手のワンチャンス潰せるもんね、ラストワンチャンスね。あんなの、あんな無理でしょっていう。しかもさ、普通にマメミーってやるやつが主流だからこそさ、余計に刺さるじゃん。余計にきついよね、あの、マメミー。動画的には見どころなくなるけどね。マメミー。マメミー。よし、あ、金目鯛だ。結構ずっともんがらもんがらで続いてたんで、今日初の金目鉾ですね。よし、バレスピー。いやー、強い味方、相手無敵4じゃん。相手無敵4なんですけど、それ強すぎじゃない？強すぎないそれ。とりあえず割りはできる。割りしか多分できないのしろ。ナイス？あのバレデコ、あのバレデコ、見たいけど、あのバレデコが、あ、持っちゃった。ごめん、持っちゃったよ。持っちゃったよ。持っちゃったお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 。うおー、ラッキー！マメミー！あ、できなかった。できなかった。難しくない？どうやってやるの？マメミー！できなかったですね。どうですか？木々壁走りの進化系ですよ。これが木々壁隠れ。どうや？もう金目歩行は楽しいね。楽しいね、マジで。もう頭の良さで決まるからね、ここの歩行。マジで。マジでここはほんとね、あの、全部、その、チームの頭の良さで決まるから。一番いいですね。そういうゲームが。頭の良さで決まるのはいい。ポテンシャルでやっぱ決まるゲームが多いっすからね。なんだかんだね。さあ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 、やっていきましょう。金目歩行。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい。寿司寿司わさ52。ノバ5252筆。シールドを貼られて絶望的になるやつ。どうしよう。まあ、塗りは任せてみます。難しいからな。ナイス。いやかな。いやー、何それ。見えないし。やったー。ボブね。そんな洗濯機のキンプリエムとか割とえげつないんですかそれは。あー、そこにの。ナイス。出すぎ。ただ一言、出すぎ。よいしょ。さあ、ただちょっと厳しそうですかね。詰められちゃってますね。割れるは割れるんだが、次が続かなさそう。一本が刺さって、ここだな。今左から一人来たんで、行きます。袋工事だな。いいとこに入れましたね、メガホンね。さあ、そこから持つけど、下に置いちゃってるからな。そこから上げていくのっていうのは、ちょっと一旦待たないとだから、ちょっと相手が、ちゃんとガチホコのルート知ってると、きついやつですよね。ここでしょ？来ない。来た。なんかいる？どうする？どうする？前行けちゃうのか？行けちゃうのかーい。行けちゃって、しかもそのサイト入れちゃうのかーい。危ないけど、危ない。どうしよう。ほんと落ちたな、マジで。落ちた。
しょお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 しょ、いやーやんやややんやや。あ、全員いなくなった。成長から。めっちゃ飛んでくねー。飛ぶねー。死ぬねー。飛ぶねー。洗濯機の空気は分からなくなり、なりすぎてない？なんで、なんで、あのさ、なんでノバとこの距離で戦ってんの？おかしくない？おかしいでしょ。ノバと戦う距離感じゃないでしょ、どう考えても。めっちゃ下手になってるんだけど、いろんな武器使う弊害ですよこれが。まあ、いいんですけどね、別に特に気にしてないから。壊してトルネが刺さって美味しいスペシャルいただいて、ここでね、左サイドに敵がいると今のトルネっていい感じで刺さるんですけど、いないもんで、いないもんだと、特に何も意味がなくて。で、ただただこれ時間を浪費していくだけなので、これも美味しいですね。美味しい美味しい。ここら辺でじゃあちょっと攻め時だなーっていうところで、カウンターボムラーをしていくと、あー、その棒にはちょっと任せた。その棒には。どっちかっていうと、ここ優先だったから、今、ここに出ました。これは、お、ナイス落とし、ナイス落とし、ナイス落とし。分かってるね。いいっすね。なんだ、それは。すごい、謎メガホン。あー、それは強い。そういう、うわー、それ強くないか、それ、野良なのか。それ、野良でやっちゃうのは強いよ。いやーそれ強いよ、それは野良強いよ、それで野良やっちゃうの強いよ、それは強えって、それは強いわ。いやこれは無理やわ、野良でそれやられちゃったらさすがに、さすがにだわ、ちょっとそれは無理だわ。いや今の野良でそれは、てかまあこれが結構ガチホコの基本中の基本な勝ち方なんだけど、それを、カズマレベルの連携されちゃったら無理だわ、それは。いや、それは、なんか、久々に、こういう負け方したな。よかった、でも嬉しいわ。こういう、なんかちゃんと味方の連携を分かってくれてる人が、まあ、ちゃんと、いるっていうのを、まあ、僕は知れたんで、この負けはいい負けだったわ。いや、よかった、よかった。こんなんだって、500戦に1戦ぐらいしか見れないもん、こんなの。マジで本当それは思うわ、感謝ですわ。これきつそうだな。まあしゃあないね、持ってあそこの連携見られちゃったらもうしゃあないわ。いやこれはうまかった、相手のスペシャルが完璧に刺さりましたからね。いやーでもよかったわ。いやなんか久々にこういう試合が見れて僕は満足ですね。こういう試合は味方悪くないので、誰も悪くない試合ですね。普通にあのスペシャルが上手かった。それだけの試合ですからね。いやー、よかった。でも、なんか安心したわ。なんか最近めっちゃ闇ってたから。めっちゃ闇ってたから満足です。はい。ということで、また次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。また明日、バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。週明けから大型台風が日本上陸する可能性があるということで、皆さんぜひともご注意いただきたいと思います。モッティ最近の癒しはウェザーニュースの生放送です。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。